全国女子駅伝速報、岡山の13ドルーリー・シュエリが3区17人抜きで区間新記録、衝撃の駅伝デビュー。皇后杯第41回全国都道府県対抗女子駅伝、日本陸連れ主催、京都新聞、NHK 共催、村滝海峡さんが15日、京都市右京区の竹菱スタジアム京都を発着する9区間 42.195 キロのコースで始まり、中学生区間の3区、3キロで岡山のドルーリー・シュエリ、シエリ、津山鶴山中3年が17人を抜き、9分2秒の区間新記録をマークした。これまでの区間最高記録は第31回大会の高松のぞみ無線日、大阪と第37回大会の南日向、千葉の9分10秒だった。ドルーリーは38位でタスキを受け取ると、序盤からギアを上げ、最初の1キロを2分55秒、中間点を4分24秒で通過。その後も次々と前を行くランナーを抜き去り、21位で4区のランナーにタスキを渡した。ドルーリーは、一人でも多く抜いて、少しでもチームを勢いづける走りをしたかったとレース後に語った。ドルーリーは昨年8月の全日本中学校区間選手権、全中の女子1500メートルを4分23秒79の好記録で制した。全国女子駅伝は初出場。NHK のレース中継で解説を担当する小林百合子さん、北京五輪女子5000メートル代表は前日、ドルーリーについて、強豪ではない、小さな津山の中学校で頑張っている選手。学業もオールファイブと優秀で、田中希実選手に憧れていると期待を語っていた。17人抜き区間新しの15歳、ドルーリー・シュエリ、8分台出したかった。中学は女子部員3人、主要駅伝初で衝撃走り、全国都道府県対抗女子駅伝、15日、竹菱スタジアム京都発着。3年ぶりの有観客で号砲が鳴り、中学生区間の3区、3キロで岡山の中学3年生、ドルーリー・シュエリ、シエリ、15、津山鶴山中、が17人抜き、9分2秒の区間新記録樹立という驚異的な走りを見せた。中学の陸上部の女子部員はわずか3人。これまで主要な駅伝の出場経験はなく、実質的な駅伝デビューで、衝撃的な快走だった。38位でタスキを受け、最初の1キロを2分55秒で入ると、ただ一人別次元の走りでぐんぐん加速、17人抜きを達成し、順位を21位に押し上げた。高松のぞみ無線日、13年、南日向、19年の持つ従来の区間記録、9分10秒を8秒更新する9分2秒の区間新記録をマークした。現在、拓大で活躍する不破聖衣もらいも群馬オール一中時代に走ったが、9分14秒、区間1位だった。レース後は、一人でも多く抜いて、岡山県チームに少しでも勢いをつけたかったと語り、何人抜きかは、覚えてないと苦笑い。歴史に名を刻む走りでも、8分台を出したかったと、貪欲だ。NHK の実況も声を上ずらせながら、ものすごいタイムが出ました。恐るべし岡山ドルーリー、17人抜き、と大興奮。解説を務めた元五輪代表の小林百合子氏も、中学生離れした異次元の走りと評し、金哲彦氏も、フォームの完成に近い、五輪ランナーのようと、舌を巻いた。カナダ人の父と日本人の母の間に生まれ、昨年10月の U16 大会女子1000メートルで、大会記録を2秒02更新する2分45秒84で優勝するなど、そのポテンシャルは着実に花開きつつある。憧れの選手に挙げる田中希実らの後継者と注目されるドルーリー。今後の走りに目が離せない。